東京2020オリンピックが終わってもスポーツの夏はまだまだ終わらない。折り返し地点となる8月9日、チームコカ・コーラがスポーツの楽しさをプラスワンするチームコカ・コーラプラスワンフェススタートでーす。よいしょ。第1部は水溜りボンドのチャンネルで放送していましたが、第2部は我々フィッシャーズのチャンネルでお送りします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで MC を務めますアルコ&ピースです。お願いします。お願いします。同じく MC を務めます大島ゆかりです。よろしくお願いします。お願いします。さあ、チームコカ・コーラプラスワンフェストはチームコカ・コーラが誇る人気 YouTube クリエイターヒカキン、はじめ社長、フィッシャーズ、アバンティーズと東海オンエアのピンチに駆けつけた6人のウーム助っ人軍団でお送りするスペシャルな番組となっています。はい、皆様ぜひハッシュタグプラスワンフェスで番組の感想や応援ツイートお寄せください。はい、ちなみに現在はこの第2部フィッシャーズのチャンネルで配信されていますが、ご覧の5つのチャンネルを横断してこの番組は配信されることになっています。チャンネルによって挑戦する競技全然違うので、ぜひ最後までご覧ください。お願いします。そして第2部も東海オンエアの皆さん撮影に参加できないので、ピンチヒッターのウーム助っ人軍団引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。さあ、第1部を終えて皆さんコンディションどうでしょうか。トマト君、体力の方はもう戻ってますか。疲れてます。あ、やばいやばいな。ちょっとトマト君かます可能性あるからな。かまされましたからね、最初のランナーも。ちょっと無理しました。いや、でも素晴らしい走りでしたから本当に、ね、見事な活躍で今現在陸王チームがポイントで、はい、第1位となっています。はい、今回も皆さんには5つのチームに分かれてスポーツにちなんだ企画に挑戦してもらい、ここで、ごめんなさい、5つのチームに分かれてスポーツにちなんだ企画に挑戦してもらっています。ここで改めて5つのチームのチーム分けご覧いただきます。こちら、はい、チームコカ・コーラの10人と助っ人軍団の6人、5つのチームに分かれて各企画に挑んでいこうと思います。各チームのリーダーなんですが、改めてヒカキンさん、はじめ社長さん、カンタさん、シルクロードさん、リクオさんとなっています。はい、さあ、というわけでこの5つのチームに分かれた夢のオールスターチームで引き続き戦っていただきたいと思います。ちなみにどうなんですか、皆さん仲いいですか。普段ね、意外とバチバチしてたりとか。そんなことはないと思います。仲いいと思います。くじでこことここは一緒のチームになっちゃったみたいなとことがないんですか。うわーみたいな。バランスよく分かれてると思うんですか。なんかジブラと KJ が同じチームになっちゃった。公開職への行きやすい例えだったら。皆さんももちろん顔見知りではあるんですか。初対面の方はいらっしゃらない。けどなんかこうやってチームで戦うの初めてだよね。そうだね、こうやって組むのはなかなかないことですね。あ、そっか、じゃあ今日を境に仲が悪くなる人は出るかもしれない。急な意識して皆さんよろしくお願いします。さあ、早速参りましょう。まずは陸上と水泳にちなんだ企画になります。大使で題して、誰よりも早くゴールせよ、陸上水泳タイムアタック。はい、さあ、ここからはセガのゲームソフト東京2020オリンピックジオフィシャルビデオゲームで皆さんに戦っていただきます。そのゲームの中の競技でもあります陸上 100m、 水泳 200m 個人メドレーでそれぞれ対決してもらうことになります。ルールを説明します。チームで代表者を1人決めます。うん、そして各チームの代表5人が水泳と陸上それぞれの種目でタイムを競います。順位に応じてポイントをゲットです。1位が100ポイント、2位が80ポイント、3位が50ポイント、4位が25ポイント、5位が10ポイントとなっています。なるほど。さあ、それでは各チーム代表者を選出してください。もう決まってるチームもある。マハルが台本読むなんで、理工チーム今台本読むなんで今台本読むこの後何が残ってるかなっていうのもあるし、温存する人とかね、そういうことか。本当に泳ぐと蓄えて眠れるし、金目線でもあるわけね。さあ、もう決まってますかね。さあ、それではそれぞれ発表をお願いしたいと思います。まずはヒカキンチーム、誰になりますか。
ヒカキンチームは私リーダーヒカキン。さすが。リーダーさ。さあなぜヒカキンさん。あのやっぱりゲーム実況チャンネルもやってて、うんうん、ゲームなら僕かなと。はい、なるほど。頑張ります。逆に言うと負けられない戦いでもあると。そうですね。ということですよ。続いてはじめ社長チームはどなたにしましょうか。はい、はじめ社長チームからはダーマです。おお、ダーマさん、うめえかな。なぜダーマさんなんでしょう。もう見てください、見るからにこのゲームが好きなんです。絶対ルームランナーじゃないですもんね。ダーマさん、もうちょっとゲームランナーの方なんで。そんな言葉あるんですか。ゲームランナー、ダーマさん、ゲームランナーというのはどういうこと。どちらかというとゲームの制作者のような職業もありますから期待できますね。はい、さあ続いてカンタさんチームはどうしましょうか。はい、カンタチームからはフェルトがいきます。フェルトさん、お願いします。普段からゲームはやられてるんですか。セガさんのゲームも大好きで、あら、うん、あと僕陸上部だったので、あら、ちょっといけるかなということで、うん、なるほど、経験とコビの融合ということですね。コビ。セガさんにコビ。素晴らしいですね。さあ続いてシルクロードチームは、はい、シルクロードチームは私シルクロードがいます。おお、シルクロード。はい、これはもう確定ですね。そうですね。まあなんか元々運動ができるというのも陸上と水泳経験があるんだもんね。はい、陸上はしてない。あ、陸上してない。してない。でも全然それ言ってる。浅井さん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 。ゲームについてもちょっと記録を持っているので。え、持ってる。うん。何を？頑張ってほしいね。あれ、マサイさん、マサイさん、マサイさん、シルクに喋らせろ。一応、はい、水泳はもともとやってたのと、うん、まあ、ゲームは結構得意な方なので、そうそうそう、ここでね、タイム出して決めたいと思います。なるほど。はい、さあ、続いてリコーさん、リコーチームは、はい、僕たちのチームは僕が、おお、出させていただきます。もう自信ありといったところですかね。そうですね。そろそろ僕が直々にぶっ潰してやろうかな。うわ、こいつらを、はい、もうちゃんちゃらおかしいんだと。そうです。もうお前らなんか一発なんだよと。言ってないよ、ね、そこまで。そこまで言ってなかった。俺の背中には誰の足音も聞こえてこないと。バカ野郎どもかかってこい。俺が塗りつぶしてやると。言い潰しやろ。言ってないよ、リコーさんね。今回リーダーがね、挑戦する方が多いようなんですが、こちらの競技も別スタジオに用意されています。ここからは挑戦者の方のみサブスタジオに移動となります。よろしくお願いします。さあやはりこの2人だと寂しいというところもありまして、芸能界のスーパーゲーマー、うちのチャンサカにも一発いってもらおうかと。これはちょっと痺れる展開ですよ皆さん。ゲーム番組やってたからね。これバチバチだぜ俺の連打なんか。目が急にこうやってギラギラしてる。いや、皆さんには震えてほしいですね。我々のゲーム番組平均視聴率約 0.7 でございます。すごい。はい、なるほど。さあそしてですね、酒井にもしもタイムで負けるようなことがありましたら、順位が一つ下がってもらえるポイントが減ってしまいます。それだけ酒井に負けるということは恥でございます。頑張っちゃう。すごいじゃん。今回はね、結構チームリーダーが挑戦する方が多いんですが、どうですかヒカキンさん。いやー、まあ、僕ら前回2位で来てるんで、はい、ここでリーダーの僕落とすわけにいかないんで、まあ、見ておいてください。おお、ダーマさんはどうでしょう。いやでも3位って真ん中ですけど、まだまだ逆転の目があるんで、ちょっとここで順位を落としたくないですね。なるほど。改めてですけども、ゲームランナーと。いいよ。ゲームランナーまた出てきた。エフラのやめてもらってください。フェットさんどうですか。そうですね、今のところ僕らのチーム最下位なので、ちょっとカンタさんを優勝させるべく頑張りたいなと思います。そうですね、第1部ではカンタさんやらかしてますからね。誰かがケツを引かないと。陸上やったっていうのを聞いて、俺じゃなかったんじゃないですか。そうっす。そしてシルクロードさんは、はい、リーダーだし水泳やったし、このゲームやったことがあるので、まあ負けられないなと思います。それ強いです。ちょっと有利かもしれませんね。そしてリコさん、はい、もう今1位なんで、ここで順位下げるわけにはいかないので、うん、なるほど、もう頑張りたいと思います。ザコどもをさらに引き離してやるぞ。はい、リコーさん何にも言ってないんだ。はい、では挑戦者の方々は移動をお願いいたします。はい、お願いします。頑張った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 。頑張
マジで。まあまあ。あの時は面白い。あれ面白い。めちゃくちゃうまい。いや、その陸上商品とか優勝の時はそんなないね。来た。いや、人数よく戻らない。ゲームで言うと、この中だと誰が一番？え、ホンマさんって結構、まあ、それこそね、いないけどヒカキンさんはね、ゲームチャンネル、うんうんうん、一番有名ですね、うんうん、あ、じゃあもうここはちょっとヒカキンさん、もしかすると一強の可能性が出てくるんですね、うん、まずは陸上 100m からの勝負になります、はい、最初に対戦するのは現在第5位のカンタチーム、うん、そして第4位シルクロードチーム、うん、ということになります、うん、はい。さあ、ちなみに先ほども申し上げましたが、挑戦者の顔がアバターになっているということで、まあ、そちらもご注目いただきたいと思います。なんですが、急遽参加している助っ人チーム、助っ人軍団チームの方、アバターがちょっと急遽だったので用意できなかったので、はい、代わりとして入った東海オンエアのメンバーがアバターと、うん、なるほど、アバターを選んでいただくことになりますね。はいはいはい、はい、いいですね。さあ、ということで、準備ができたようです。大丈夫でしょうか、酒井さん。酒井です。はい、酒井です。酒井さん、平子さん。酒井です。酒井さん。酒井です。私、え、酒井さん。平子さん。はい、酒井です。さあ、世界の酒井が見えましたよ。さあ、いかがですか。はい、1回戦はこちらのメンバーで対決していきたいと思いますけれども、はい、どうですか、しぶきさん。まあ、これやったことあるので、うん、僕かなり、あと連打にも自信あるので。あら、まあ、1枚いただきます。フェルトさん、いかがですか。あ、じゃあ結構ゲーマー揃いなのでちょっと心配なんですけど、できるその全力をね、尽くしたいと思います。頑張ります。よろしく、はい、頼むぞって言ってるやつら、俺がぶっ潰します。うわぁ、えぐつの。さあ、それじゃ行きましょうか。そうか、3人でやるんだ。はい、じゃあフェルトさん、シルクさん、酒井さん、よろしくお願いします。お願いします。勝てよ、うん、あ、すごい、すごい、もう綺麗だね。わ、すごい、すごい本格的。本物の中継見てるみたいな。本当ですね、オリンピック見てる、このままで、ね、すごい。なんかこっちがいるね。オリンピックの後だから、うん、面白いね。確かに。勝利しますね。4号誰のアバターなんだ。隣り合ってる。シルクはシルクさんと同じ。はい。100メートル。結構一瞬で決まっちゃうのかな。そうだね。頑張れ。頑張れ。すげえ。どれがよ。身長とかも選べんだ。はい。お、はい、あ、これは虫刺しだ。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 そっくり。ちょっと弱そうです。あれ、あいつちょっと細めで作った。ちょっとシュッと。頑張れ、頑張ってよ。あれ、もう始まる。始まる。始まる。よっしゃ、止まってますが大丈夫です。おお、来た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 。すごい、ブラすごいわ。こっちが緊張してきた。緊張感高まってきた。やば、頑張れ。シルクさん頼む。多分スタート決めて。アスリート体験。4号6レーンです。スタート台ですか。さあ、さっきからどう旋風を巻き起こすのか。緊張すんな、見てる側も。え、頑張れ。よし、行け。あ、今何が起きましたか。ええ、ちょっともう一回リプレイ、リプレイが見たい。リプレイで見られますかね。え、俺負けたな。ムシャが映しているマジで。待って、待って、嘘、シルクさん、シルク、シルクさん、あ、僕です、僕です。マジで、あ、優勝、本当、優勝は、あれ、だって、いや、でも、得点が高いかな。ちょっと、俺、シルクさん、ちょっと、レブラが、本当、勝負ですね。誰も誰か、誰か、あれ、あれ、あれ、そうなの、あれ、あれ、ちぎれちゃう。90度で出るか。いや、最後、まくってんのよ、誰か。うわ、くそ、いや、早っ。ちょっと待って、俺だ。あ、してた、してた。これ、5、9、10。
え、9秒台じゃん。めちゃくちゃ早いですね。 9.6? よくわからないが負けなんだ。なんか負けたわ。酒井さんの勝ちだった。ちょっと待って。はいはい、そうですね。ということで、ここで1位をもぎ取ったのはアルコ&ピース酒井。おめでとうございます。ダントツの1位ということで、2位がフェルトさん、3位がシルクさんと。はあ、なるほど。この頑張りを普段のバラエティでも見て見せてほしいところですが、酒井がここは1位をもぎ取ったということですね。はい、おっしゃー、ちゃんと早かったね。楽しそうだな。すげー気象心してるやばいよ。これ何も分からない。こっちの空気と向こうの空気、ちょっとでお話伺ってみたいと思います。酒井さん、これって俺らどうなの。さあ、生まれて初めての1位ということで。そんなことはないですけど、いかがでしたか。正直言って、はい、あの話にならないですね。今んとも話になかったです。全然相手にならない。そうですね、仕方ないよ。ちょっとシルクさん、ちょっとどうでしたシルクさん、ね、敗因も。あ、そうですね、あのオリンピックで絶対見られないスタートで転ぶってことになったんで。まあそれは負けですよ。しかも2人転がってますね。2人転がってますね。2人で転がってましたね。シルクさんいかがですか。いや、なんか最後まくった気がするんですけどね。なんかね、なんか酒井さんに負けましたね。記録あった酒井さんが悪いね。ね、あれ俺勝っちゃいけないやつか。気がついた。あれ、お二人はスタートで二人が転びましたか。転びました。転びました。二人が転、はい、なんか光り輝いた後に転んだんですね。そうですね。そこがピークでした。なんかタイミングの難しさがあるのかな。その間を、はい、酒井が、はい、よっしゃ。なるほど。1位だったということです。はいはい、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。社会に負けるという人生で最大の屈辱、黒歴史をね、はい、味わっていただきたいと思います。はい、続いて3位チーム、2位チーム、1位チームということですね。はい、3位チームの、はじめ社長チームダーマさん、うん、そして2位、がヒカキンチームのヒカキンさん、うん、はい、そして1位がリクオチームのリクオさんと、うん、ということになります。ここで勝つのはでかいですからね。スタンバイ、あ、できそうですか。聞いてみましょう。ヒカキンさん、はい、はい、スタンバイよろしいでしょうか。はい、もう温まってます。なるほど。あ、ちょっとヒカキンさん余裕の表情です ね、 ですね、はい、ちょっとスイッチ入った感じですね、うん、はい、さあ、それでは対戦の方をお願いしたいと思います。では、ヒカキンさん、ニコさん、ダーマさん、よろしくお願いします。ダーマさん、雰囲気やばすぎるって何度も向こうでね、ゲームランナーって何度も言われちゃったから、1になってちょっと止まるんですよ。そっか、今から走るから。めちゃくちゃブチ切れてるんですよ。よし、ブチ切れてるんですよ。ナイス。いいな、ここにいるから。はい、大丈夫です。前からな。まだ4も6も。大丈夫。でもダーマ唯一会社員だからね。ねえ。おお、そうなんだ。確かに。どんぐらい似てるんだろう、今回。ね、顔気になるな。よし、確か顔気になる。手前にガタイやつ持ってんだろう。3人を応援します。うわ、緊張するな、見てる感がすごいな、うん。ゲームの世界だと。あ、もう始まるってこと。あ、始まる。始まるよ。始まりますね。YouTube会みたいな。頑張れ。来た。光った。光った。あ、光った。お、出てた。出てた。ボタン押してるつもりが下ずっと押しちゃった。邪魔すぎるな。何やってんの。
いや、お見事。お、すごい。すごい、チームの感動した。やっぱすごい。いや、すごい。すごいですね。ダーマさん、はい、見事1位ということで、はい、ありがとうございます。ゲームランナーここにあり、それを知らしめたのではないでしょうか。はい、でもこれはもうゲームランナーね、名乗っていいんじゃないかと思います。なるほど。ご自身に支障が出てくるとは思うんですけれども。どうですか、率直な感想は。いや、まあ普通に嬉しいです、めちゃめちゃ。うん、はい、ゲームランナーは置いといて。うん、嬉しい。はい、見事でした。そして残念ながらヒカキンさんが2位になるんですかね。はい、いやでも僕9秒623だったんで、うん、ね、早いですよ。めっちゃ早いんですよ。だから僕が負けたっていうか、はい、早すぎたんですよね、ダーマが。今回ばかりは少し相手が悪かった。競ってましたね、最後までね。うん、さあ、そしてひどいのが一人いましたね。陸尾さん、何が起きたんでしょうか。いや、ずっとボタンを連打してるつもりだったんですけど、はい、ボタンの下をずっと連打しちゃってて、うん、ちょっと調子悪かったのかなって。本来とは違うボタンを。いや、もうボタンじゃないところを押しちゃって、もうここら辺ですかね。そうなると聞いてられないですね。なるほど、ちょっとボンミスが出てしまった。なるほど、残念でした。さあ、今現在結果の方集計しているんですかね。はい、この第2レースは1位がダーマさん、2位がヒカキンさん、3位がリコさんということになりました。これは秒数で順位を決めていくわけですね。そうか、そうです。ヒカさんも結構、そうか、そうか、全体の、はい、ね、ということで集計を今しておりますが、はい、しております。ダーマさん、普段から、そっか、まあ、ゲームがお得意。これもこのゲームはやられたことあるんですか。いや、初めてです。マジで、初めてです。マジでゲームランナー。ゲームランナー何か分かんないですけど。あ、じゃあもうちょっとフィーリングで感覚的に、まあ、ちょっと参加したら勝っちゃったっていう感じなんですかね。あ、まあそれに近いんですね。あ、なんかやっぱり軽く腹立ちますね。正解です。最後か。すごいな。すごいね。才能だな。びっくりびっくり。おそらくヒカミンさん、これ上手でしたよね、多分。うん、ヒカミンさん安定感が。これちょっとあえて言わないでおいたんですけど、はい、僕このゲーム3回くらい動画撮ってるんですよ。それでかなり完璧にスタート切ったつもりが負けてるんで、マジゲームランナーですね。マジゲームランナー。ゲームランナートレンド1位になっちゃいました。ゲームランナー、謎の単語になりますよ。何があったの。酒井さん、そちらから見ていかがでしたか。いや、本当に連打の速度がお二人めちゃくちゃ速くて、ダーマさんとヒカキンさん、かなわないです、多分これは。めちゃくちゃ速い。でもその連打音はリコーさんに関しては聞こえすらしなかったってことですよね。だって平らなとこずっと押してるだけだから。平らなとこ押すやつやばくない。あ、そうなんだ。だから酒井さんはタイムで言うと、ね、今出てるんですけど、1位がダーマさん、2位がヒカキンさん、そして3位が私、酒井でございます。すごい、ちゃんと強かった。はい、そうなんだ。そうなんですよ、ちょうどいいところにつけれましたね。だからね、ダーマさんとヒカキンさん早かったんで。さあ、酒井とのレースで負けたお二人は本当一生分の恥だと思っていただきたいですね。でも本当に僕やったことあるんですよ。はい、すげえ言うじゃん、やったことある。やったことある。嘘だって、絶対。あの嘘さが、顔が欲しかった。顔やばい。顔がやばいですよ。顔やばいじゃん。顔やばいじゃん。シルクロードさんの顔やばいじゃん。アバターじゃないですか。よくできるな。うまくスタート切れたと思うのよ。アバターになってんじゃん。さあ、集計間もなくですかね。というか、もうちょっと集計の方ですね。ポイントがちょっと地域の小学生にお願いしているので時間がかかっております。ご協力ありがとう。出ました。はい、あ、出ましたね。出ましたね。はい、はい、陸上の順位は、うん、1位がはじめしゃちょーチーム、うん、2位がヒカキンチームということです。はい、そしてカンタチームが3位。あ、よかったよかったよかった。カンタチームが3位、はい、4位が
シルクチーム、5位がリコーチームと、ここがただポイントで言うと0ポイント順位が下がっちゃうからだということですね。そうですね、境に負けると順位が下がるというこうした結果になっております。はい、本当だったんだ。じゃあ続いて、さあそれでは続いての競技に参りますか。はい、さあ続いて戦っていただきますのは水泳 200m 個人メドレーになります。頑張ってほしい。さあそしてまたまたここにも酒井ちゃん参戦でございます。酒井さん、お願いします。むちゃくちゃ邪魔しまーす。あれましたからね。さあ水泳になりますけども意気込みいかがですか。水泳なんかもう一緒でしょ大体こんなゲーム。なるほど、簡単ですよ。余裕で倒しますよこんな。芸能界の大海原を俺は泳ぎ切ってきたんだと、はい、そうですね。それに比べたらこんなプール小さいもんですよ。うわしてください。さあということで皆さん酒井に負けないように頑張っていただきたいと思います。はい、では水泳 200m 個人メドレーになります。お願いします。もう始まる。お、難しそうだな。はい、3人が行くんだ。まずはまずそトップの3組からのトップ 1,2,3 からいきますか。うん、入れ替わりますか。これも連打とタイミングになるんですかね。操作方法は違うものなんですかね。確か陸上と比べてボタンの数がちょっと増えた気がするんですよね。ボタンがちょっと操作のボタンが増える。そうなんですよ。スタンバイできたようですね。できましたか。それでは呼んでみましょう。酒井さん。はいはい、酒井でーす。はーい、よろしくお願いします。ここは先ほどまでの、戦いと同じ布陣ですかね。そうですね、この3人で戦っていきたいと思いますけれども、ちょっとここ負けられませんね。はい、さあシルクさんいかがですか。いや、水泳をやってたんで。おっ出ましたよ。顔よ。顔飛んでますね、ちょっと。ちょっと委ねてみよう。さあ、フェルトさん。いや、頑張ってもらわないと俺らもやばいから。ね、水泳苦手なんですけど、酒井さんだけには負けたくないんで、今回もまくって勝ちたいと思います。まくって負けちゃう。まくってないじゃん。まくったんすよ。マジ前回も絶対まくったんすよ。見えたな、俺らは。絶対まくったんすよ。それでは行きましょう。行きます。はい、シルクさん、フェルトさん、酒井さんお願いします。頑張れ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 。これ入ってんのか。入ってるのか。めっちゃ集中してますよ、シルクさん。ホストの競技を選択した。顔がスタート違うですね。違いますよね。今回ばかり負けたらまずいって顔してます。今回ばかりはまずい。ちょっと焦りの顔だな。ちょっとシルクさん顔やばいっすね。ずっとずっとなんか飛んでますよね。今回はちゃんとやんないとなみたいな顔してます。あ、目悪いな。目悪すぎてね。目悪い。全然見えてない。あ、これむずそうだな。え、お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 、やばいやばい。うわ、動物感すごい。いや、綺麗だね。やばいやばい。次戦う人はこれ何よ、入ってんのかな。5番入ってますか。あ、激しい。これですもんね。ここで操作するのピックとボタン。3、4、5レーン出ます。来た。どれだ。どれだろう。スタート。やばい。俺どれ。え、俺。あ、俺なんかタグが。頑張れ。どれ俺。え、どれ押すのこれ。Take your marks。頑張れ。あれ。光った。あ、光った。どれ。どれ。どれ。ビビって出ないの。誰か来てる。強っ。
自己ベスト。さあ、まもなくニューレコード出たの。出ますかね。さあ、順位が出る。順位が。あ、やっぱフェルトさんだ。あ、やったー。あ、1位フェルトさん。え、そしたら7位がサカイ。シルさんがドンケツの発着。マジ？え？俺やってたとは一体何をやってたんでしょうか。遅すぎてちょっと遅かったっすよ、でもシルクさん、マジで。毛伸びしてる時間の方が長かったんですよ。ずっと毛伸びしてる。ずっと毛伸びしてる。鈴木大臣みたいな。さあ、まずは見事1位を取った。あ、いる。プレイ中か。あれ？あ、すげえ早い人がいた。すげえ早い。受けるとすごいですね。から最後、一気にクロールで。これか？これだ。そうだよ。いやー、止まってるやついる。はーい。はい。すごい。すごいよ。1位でした。はい。ナイス。ベルトさん。ナイス。ありがとうございます。ベルトさん、いかがでしたか。いや、なんかよくわかんないまま勝ちました。ちなみに水泳はやっていない経験。者ではないですよね。全然経験はしてないです。こちらのゲームはもう初めてです。はぁ、ちょっとシルクさん、ふてくされてます、ちょっと顔が顔やべえじゃん、シルクさんの顔が。どっちもやってたんですけどね。シルクさん、めっちゃ顔してんすか。シルクさん、はい、あの敗因はどの辺でしょうか。あ、根本的なとこですよ。そこを伺ってるんですけども、はい、あのペース配分間違えました。まあ、間違えない、はい、これマジで大事っす。やってたんですよね。やってました。水泳の時もよくそれで怒られたんですけど。やってんじゃない。ペース配分で、あの先ほどからちょっとあのシルクさんの顔が違うということですが、ご本人でよろしいですか。大丈夫ですか。はい、ご本人です。あ、ご本人です。全然違う顔してるよ。目がやべえんだよ。下倉さん、こんな顔してましたっけ。ね、あんな生き生きしてたのにね。いや、ほんと自信満々で出てったんだけどね。ねえ、どうした、生きの顔と全然違うよ。先輩、まず頼みますよ。自信はあったんだよ。ゴビちょっと高くなる感じ。さあ、それでは続いての対戦のスタンバイお願いいたします。はい、体力です、体力。いや、でもカンタさん、フェルトさん、すごいですね。そうですね、嬉しいですね。ねえ、本当に自信なさそうだったんで、うんうん、心配してたんですけど、うん、まさかこんな結果になると思う。そっか、ね、ここで勝っとかないとちょっとね、あとあともうしんどそうなところを。さあ、ということでヒカキンさん、スタンバイどうでしょうか。いや、ちょっと前の3人のやつ見てて、はい、どうなるか分かんないなって、ちょっと不安ですね、これは。おお、一回見てるね。はい、さあ、ここでも沈黙を守るのがダーマさん。いや、ちょっと何もつかめなかったんですよ、さっきの戦いから。確かに。どうしようかなって。もうそっか、でも今回これで勝利すればね、さっきのが偶然じゃなかったという示しになりますので、うん、1位は目指して頑張りたいと思います。うん、はい。よっしゃ。こういう時にダーマ強いかな。あ、そうなんだ。はい、それでは行きましょうか。ヒカキンさん、リクオさん、ダーマさん、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。頑張って、ヒカキンさん。ヒカキンさん頑張って。頑張って。頑張って。リクオさんも現在の位置を守りたいですもんね。頑張れ、ね、ちょっと。この1位さんは4番。でかいね。3、5番。緊張感5番だ。いいな。頑張ってほしい。こっちの方がテクニック使うんですかね、やっぱ。
上位難しそうですね。さっきの上手かったですからね、ちゃんと。なんか安定してね、そうですね、上位なんで。お、始まる。頑張れ。頑張れ。あ、また。お、ちょ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 。やばい。あ、水だよ。やばい。光が落ちるんですね。やばいぞ。最後1位。やばい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 え、これ1位、2位、3位か。すごい面白い戦いしてるの。すごいすごいすごいすげえすげえすげえナイス。リコボタン押せてんじゃん。うまい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 。ボタン押せてんじゃん。いいのか。ボタン押せてんじゃん。やばい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 。やばいやばいやばい。やばいやばいやばい。やばいやばい。こっからだこっから。スタート遅れちゃって。沈んでる。ちょっとリプレイ見たいっすね。どこで？すごいよね。めっちゃいい勝負。いい勝負。しかも 1,2,3 位ですね。すごい。すごい。いい勝負。途中まではリコさんが先行してましたよね。そうなんですね。ねえ。え、すげえ戦いだったね。いや、最後の見応えマックス。すごかったね。すごいね、これ。うわあ、でも天井大独占だ。なんちゅうすか。印象的だ。ダーマ服装やばくなかった。ダーマさん、はい。見事な1位でした。いや、めちゃめちゃ危なかったです。最後ギリギリまくれてよかったです。めっちゃ興奮してるじゃないですか。すごい。さあ、連続で1位をもぎ取ったわけですが、今のこのお気持ち、誰に一番伝えたいですか？え、隣にいるなんかシルクに伝えたいですね。分かったよ。でもすごいな、バチバチ感が。何も言えないもんな。ちっちゃくなってますね。なんで悔しそう。さあ、そして第2位がリクオさんかな。リクオさん、はいはい、ちょっと途中までいい感じに見えたんですが、うん、そうなんです。ちょっとスペース配分間違えて、最後あの抜かさないでって頼んだんですけど届かなかったみたいです。なるでしょうかね。今回でもボタンが見事押せてました。はい、あのしっかり見てたんで大丈夫でした。このボタンが押せてた現在の気持ち、誰に一番伝えたいですか？やっぱシルクですかね。食らってんな。さあ、そしてこのゲームね、経験したことがあると言っていたんですが、ヒカキンさん、はい、どうでしょうか、範囲は。いや、あの以前も水泳で苦戦したの覚えてて、あ、で、ね、ちょっとあのさっきフェルト君に、はい、どうやって勝ったのって言って、ちっちゃい声でどうやって早く泳いだのって言ったら、ゆっくりとスティックの表示されてるようにやりましたって言って、それに忠実にやってたらなんかダメでした。いや、なんかね、あの温存しすぎて、そのバテるって分かってたから、案外これで後半抜いていくのかなと思ったんですけど、はい、ちょっと温存したままゴールしてしまいました。なるほど。しかし、やはりどうしてもダーマが早すぎた。早い。すごいです。ゲームスイマーだったんですけど、ゲームスイマー。ゲームスイマー。何も聞いたことないフレーズです。ゲームスイマー。
さあ現在集計中でございますが、どうでしょう、はじめ社長チームのお二方、ダーマさんが徐々にこの調子ついてきたっていう、調子ついてきたっていう感じですか。語弊がありますね。ちょっと体が温まってきた感じありますよね。そうですね、いやもうなんかすごいですね、本当こんなに2つとも1位になれるってやっぱ本当にうまいんだなっていう、ゲームランナーですね。ゲームランナー、ダーマランナー、ゲーム軸ランナーこれ。なるほどね、すごいな。さあということで皆さんスタジオの方にお戻りください。はい、いい試合、いい試合本当に最高。ということで水泳の集計も出ましたかね。出ましたかね。はい、はい、水泳が1位が、はじめ社長チーム100ポイント、うん、そして2位が失礼しました、陸王チームですね、80ポイント、うん、そして3位がヒカキンチームで50ポイントとなっております。はい、さあこれではじめ社長チームは見事陸上水泳2つとも1位を取っております。これ大きいですよね。大きいですね、この100ポイント100ポイントは大きいんじゃないかと思います。皆さんお疲れ様でした。あとダーマの凱旋、いや酒井さん、ダーマさん、ここで覚醒。ダーマさん、ダーマさんどこ、あ、ダーマさん、はい、今こうやって存在感ないけどやっぱすごかったもんね、あっちのスタジオがやっぱり。あれ存在感ないって今言われて見せましたね。いやちょっとめちゃめちゃ緊張したんですけど、はい、ちょっと思ったよりあの前の人がドベになったんで、それでちょっと緊張薄れたのかなっていうのもあるんですよ。ああ、なるほど。ひろく顔ちょっと戻してもらっていい？いや、もうちょいかかる。もうちょいかかる。実際の様子がおかしいですがね。はい。うん。さあということで今現在このレースでははじめ社長チームがだいぶ大きく伸びましたね。さあということで続いての企画ですが、ヒカキン、はじめ社長、そしてフィッシャーズ、こちらの皆さんがロケに行ってきていただいたということですね。来ました、行ってきました。はい、はい、さあそれではこちらはですね、フィッシャーズのんだほさん、はい、VTR 振りお願いします。それでは VTR どうぞ。ここからはロケコーナーでーす。ここからは私ヒカキンと、こんにちは、はじめ社長と、どうもフィッシャーズシルクです。マサイです。おときです。ザカオナホ、以上のメンバーでお送りします。よろしくお願いします。今回このメンバーで行う企画、それは皆さんには新体操に挑戦してもらいます。うわー、新体操、はい、ということでですね、やる企画、誰よりも美しく前、フリースタイル新体操バトル。ルールは至ってシンプル、フィッシャーズの5人が新体操の演技に1人ずつ挑戦、その5人の中で一番高い点数の演技をした人の勝利となる。ちなみにこの中で新体操ちょっとでも経験あるって方いらっしゃいますか？見てくださいですね、ですよ、です、うん、でもね、みんないつもアスレチックとかやってるから、うんうん、ちょっと上げないでくださいな運動不足のね、YouTuber と比べたら得意そうだよね。確かに、なんかペロッとやっちゃうじゃないですか。ね、うん、あのちょっとその関連でちょっと一個いいですか？何でしょう。あの僕、あの先日ちょっと撮影で腰をやらかしてしまって、え？あの思いっきり腰怪我して、本当に謝りたいんですけど、今ここまでしか角度いかないんですよ。いや、本当に偉そうなんですけど、マジすいませんでした。たまんないんだもん。お辞儀できないんです。ここからいかないんです。あら、本当にごめんなさい。ということは本日はちょっと今日。できないんですよ。シルクの見れないってちょっとあれだね。あれじゃあ一人ちょっと僕の代わりにちょっとはじめさんお願いします。あれ？あれいきなり代打。MC って聞いてた。ということでシルクに代わり急遽はじめ社長が参戦。果たしてこの中で新体操のセンスが一番あるのは誰なのか？で、皆さん新体操をよく知らないと思うので、うん、本日は講師の方をお招きしました。おうどうぞ。お、来た。おお、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 お
わけでこちらの方は東京女子体育大学新体操競技部部長秋山エリカ先生。オリンピックには選手として2大会出場経験があり、さらには日本選手権を6連覇も達成されたすんごい先生なんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そんなすごい先生をお招きしたところで早速ルール説明。今回のフリースタイル新体操バトルは3つの規定演技とフリー演技の独創性を秋山先生が採点、その合計点が一番高い人の勝利となる。だってさ、点数ってさ、俺ら点数も分かってないもん。分かんない分かんない。確かに確かに。これ最高得点とか高い点数とかどういう点数か、ね、平均点が分かんないですもんね。今金メダルを取るとしたら、はい、まあ27点とか8点とかその辺ですね。何点満点なんですか。満点がない青天井って言われていて、やっただけあの点数になる。そんなルールなんです。限定とかあるのかね。何とかさ、限定あります。もちろんあの落としたりすると減点なんですけど、こう引っかかるとか、あとこうこうやってる状態でこう引きずってしまっても減点。これなんか初心者の方がやって何点ぐらい取れたらいいみたいなのってありますか。元気にステップしてくれれば 0.3 はもらえます。 0.3 という点数に驚いているが、実は新体操の採点は我々の想像よりはるかにシビア。例えばさっきあの T の字で足上げた、あれが 0.4 です。あれで 0.4? そう、皆さんができるレベルだとパッセバランス、はい、やってみよう。はい、お、あ、まあ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 、これで 0.1 です。0.1。はい。ちなみに減点はどういう点数ですか。例えばパッセバランス中に肩が上がるとか膝が曲がってるとかルルベが低いとか、こういうの全部減点なので 0.1 のために 0.3 ぐらい引かれてしまうということが起きます。やることがリスクなんですね。もうそうですね。なるほど、はい、全員0点だったらもう どうしようか ね今日そもそも演技として成立できた人が一人でもいたらすごいよ。そうだね、すごい。そうだね、唯一希望があるとしたら俺ダンス経験のあるザカワだと思ってる。確かに、いや本当にダンスあの道具使わないです。そんな難易度の高い新体操、今回はその新体操の種目の中でもフープとリボンに5人が挑戦。話し合いの結果、マサイとモトキはフープ、はじめ社長とザカオはリボンに挑戦することに。そしてンダホが挑戦するのはフープは多分通らない。そうなんですよ、確かにちょっと怪しいんで僕はリボンで。ということで全員の挑戦種目が決定。そしてこの後はここから約30分、はい、皆さんには練習してもらうので、今回特別に東京女子体育大学新体操部の皆さんが教えてくださるということで、はい、特別な機会なんで皆さん頑張ってください。はい、頑張ります。お願いします。まずはリボンチーム。リボンの基本中の基本、螺旋とだけを教わっていくのだが、いや無理だ、やばって胸痛くなっちゃう。それもそのはず、新体操における手具の中でも一番難しいと言われているのがこのリボン。これなんかどっち回しがいいとかっていうのは、それどっちなんですか。外こっちか。逆です。あ、逆ですね。もう絡まってんだけど。あ、ごめんなさい。回すだけでも難しいのだが、その上で今回は規定演技を3つこなさなければならない。まず1つ目は螺旋しながらステップからの上部通過ジャンプ。リボンで螺旋を作りながらステップを踏み、そのリボンを大きく回して飛び越える。そして2つ目の技、打形しながらバランスからバックステップ。リボンの基本打形を描きバランス、そこからバックステップをする技。そしてリボン最後の規定技、螺旋しながらターン。かかとを上げ片足を軸に回転しリボンで螺旋を描く技。
以上の3つがリボンの規定技となる。果たして30分でどこまでできるのか。一方のフープチーム、金の輪ですよ。肘を伸ばす、肘を伸ばす、これ負荷すごいよ、これやばいぞ。動きにぎこちなさはあるものの、飛んでっちゃうね、うん、カメラマンさんに当たる。リボンに比べ形が決まっているため扱いはそこまで難しくない。その分見栄えとかがすごい大事なので、やっぱかっこよく決めること。なるほど。というわけでフープ3つの規定技、まず1つ目はバランスでの回し。片足でつま先立ちをしながら姿勢を崩さず回転させることがポイント。続いて2つ目の技、視野外、手以外のキャッチ。投げたフープを見ず手以外でキャッチする技。そしてフープ最後の規定技は床での転がしキャッチ。簡単そうに見えるが実は難しい転がし。バランスよくまっすぐ転がせるかがポイント。以上の3つがフープの規定技となる。果たしてうまく演技できるのか。全員が感覚をつかみ始めてきたところで練習タイム終了。はい、というわけで練習を終えてみてみんなに意気込みを聞いてみたいと思います。はじめ社長どうですか。いきなりの参戦でちょっと緊張してるんですけども、もう本当に丁寧に教えていただいて、もうできることはやって素敵な演技をしようと思います。ぶちかましてください。任せてください。マサイ、はい、あの細かいところもあればそういうところも必要なんだっていう部分まですんごい教わったんですよ。で取り入れようとしたらさっき足くじきそうになったっていう。もうそんぐらい本当つま先大事なんで、うん、もうそれを意識してやっていこうと思います。元木どうでしたか。そうですね、失敗した時の減点がめちゃくちゃ大きいので表現は大きくしたいですけど一個一個丁寧にやっていきたいです。ザカオは丁寧にめちゃくちゃ教えてもらったので教えてもらったところからの個人演技に全振りしたいと思います。おお、個人演技になる。そしてもうライブ疲れ切ってますけど稲穂くん、はい、競合の名に恥じないように頑張ります。入り込んだ、出たよろしくお願いします。お願いします。さあ果たしてこの中で最も高い演技を見せるのは誰でしょうか。スタジオの皆さんお考えください。ということでここからクイズになります。もちろんロケに参加していた方は喋らないようにお気をつけください。さあフリースタイル新体操バトルということでこの5人の中で誰が最も高い点数を出すのかということを皆さんに予想していただきます。はい、見事正解したチームには50ポイント差し上げます。頑張ってください。さあ果たして誰が1位に輝くのでしょうか。ロケに参加していないメンバーで、皆さんで相談の上ボードの方に正解と思われる方をお書きください。お願いします。誰がそっか、ヒカキンチームは知らないですか。デカキンさんしか。そっか、単独での回答になりますね。沈黙を、いや僕どっちかだと思うんですよ。おっ、ヒルか、はじめちゃんあれ、そっか、主力チームもここも僕らが参加する。そうですね、ハルくんさん、はい、いないわけですね。ダホさん目で言わないでくださいね。言ってないですよ。言ってないですよ。さっきから送ってるんですけど見てくんないんですよ。メガネ怪しいんですよ。さあダホさんの競合の何恥じぬといったね、はい、コメントもございました。これはどういった意味合いでのコメントだったんでしょうか。でもあの学校の方々が本当に競合校の方々、うん、ああそうですよね。やっぱあの方々に教わったからこそちょっとできた方も中にはいる。なるほどなるほど、それが誰なのかっていうところですね、はい、さあ答えは決まったようです。それではそれぞれ発表の方お願いいたします。まずはヒカキンチーム。はい、僕が答えだと思うのはこちらです、うんはいうん、元木くん。なぜそう思われますか。
はい、僕本当に僕しか回答権なかったんで、じっくり VTR 見させていただきました。そしたらやっぱりこのループ輪っかの方が簡単だというのを言われてたので、そこでポイントが高く取れるんじゃないかというのと、元木君はちゃんとできてるシーンが結構あったんですよね。結構きちんと見てたんですね。はい、VTR をしっかり見させていただきました。なるほど。よく見て。編集する人しっかり見て。はい。なるほど。なので元木君で。続いてははじめ社長チーム、どなたを選びましたか。はじめ社長チームは。おーっと、元木です。これはなぜでしょう。やっぱザカオっていうのはやっぱ本命かなと思ったんですけど、元木って、うん、フィッシャーズはよくわかるんですけど、普段から変な踊りしてて、そういう点ではやっぱ個人の方でちょっと強みがあるかなって、あと元木も全然運動自体ができるんで、そこら辺をなんか融合していい感じにまとまるのかなと思いました。あと、はい、僕の家の話になるんですけど、家の話ですか。僕の家の女の子はみんな小さい頃新体操をやるんですよ。ほう、元木くんは素晴らしい才能を感じました。あれ、なるほど。あ、じゃあその競技をやってるのを間近で見た目線で。あ、もう見に行ってました。そのいとことかが行くのはもうちゃんと見てたんで、ちょっと感じましたね、ビビッと。あるかも。なるほどね。さあ続いてはカンタチーム。はい、カンタチームは元木です。あれ、元木じゃないですか。元木さん、すごいですね。いや、ほとんど同じような理由なんですけど、リボンの難易度が高そうだったんですよね、見てる感じ、っていうのもあって、まさいか元木どっちだってなった時に、やっぱ元木かな。元木さんが強いな。これクイズダービーだったら全然点数にならないから。集中してますね。他に行った方がいいかもしれない。さあ、続いてはシルクチーム、どなたでしょう。はい、僕が選んだのはこちらです。マサイさんです。あら、いや、ちょっと表情に出してもらえるかなと思って書いた時、チラッと見たんですよ。二人知ってるんで、そしたら一生シルクさんまだこの顔変わらなくて、シルクさんマジでもうやっぱ仲間信じてマサイさんで行くしかないと。それは、はい、シルクさん怪我してるんで。なるほど。やってないんでマサイさんに信じるっていう感じ。なるほど、はい、なるほどね。同じチームとして期待をしたいと。はい、お願いします。シルクさん腰大丈夫ですか。腰はちょっと良くなりましたね。ちょっと良くなりました。でもあの時本当に動けなかったんで、今日何もしてないやつなんですよ。今日っても今も今も今も。なるほど。みんなシルクさんの腰心配してますからね。大丈夫？大丈夫よ。大丈夫大丈夫。さあ、そして最後ですね。リクオチーム、どなたでしょうか。はい。誰だ？元木です。逆にチャンスですか。そうね。まあ、そう、逆に考える。信じてますよ本当に。さあ、なぜ元木さんを。いや、やっぱでもうちのメンバーなので、そこはちょっと信じたいなと。同じ感じで。まあ、あと、まあ見た感じちょっと一番失敗しなそうだなっていう。あーはーはー、なるほど。失敗すると点数が大きく引かれるって聞いたんで。これもしもマサイさんが持ってった場合でかいです。すごいよ、でかい。マジで、マジで信じてますよ。うん、シルクさんの表情変えたいんで、うん、このままだとフィッシャーズチャンネルの動画ずっとこの顔で。もう一切信用してもらえてないんですよ。いろいろあったから、フィッシャーズチャンネルなんですけどね。そう、信じてます。そうなんですよ、ね。はい、さあ、そして皆さんが注目する酒井予想、酒井さん、え、どなた、なぜ皆さん笑うんですか。注目してるじゃないですか。そんなターンあった。いや、シルクさんの顔も仕上がってるんですけど、俺、はい、マサイさんもね、アバターみたいな顔になってきてるんですよ。それどっちなん。いや、これゾーン入ってると思って、僕はマサイさんに予想したいと思います。なるほど。違うな。待って、マジ。さあ、それでは挑戦者の5名の方々のうち誰がフリースタイル新体操バトルを制するのか、続いての VTR どうぞ。というわけで、秋山先生、最後に演技をするにあたって皆さんに一言アドバイスをお願いします。はい、クリエイターの皆さんですから、はい、想像力豊かな素晴らしい演技を大変期待しております。プレッシャーだ。すげーな、これ。監督お前。最初の挑戦者ははじめ社長。それではお願いします。さあ、セットポジションについた。今スタート。まず一つ目の技。おっと、これは綺麗に決まったか。さあ、二つ目の技はバランスを忘れているが、打点は綺麗だ。三つ目の技は、これも中途半端。
さあここからはフリー演技。おっ、投げた。ギリギリキャッチ成功。しかしリボンが絡まってしまっている。巻き返せるか。まだも見せて見せて。僕らも10演技10演技。大きくリボンを振り回し全力で演技しています。はじめ社長、ね、聞こえられてるんだな。絡まってないよ。絡まってない。さあラスト、全力笑顔でクライマックス。最後最後。お、決まった。決まりました。決めた。あのポーズ何なんだろう。さあ続きましてフープマサイの挑戦です。ポーズ合ってたっけこれ。ぬるっと入ったよ。それではお願いします。今スタート。一つ目の技どうだ。おっと、これは綺麗なバランス。二つ目のキャッチはどうだ。すごい、すごいすごい。おっと、これは成功か。最後の技どうだ。なんとかキャッチ成功。さあここからフリー演技。え、待って待って、いけてんじゃん。おお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 。華麗にステップを踏んでいますマサイ。なんだ今のポーズは。さあラスト、首で回して、あっと最後タイミングがずれてしまったが演じ切りました。すごいすごい。さあ続いてダンス経験者ザカオの挑戦。それではお願いします。まずは一つ目の技どうだ。あーっと引っかかってしまった。ダケイのバックステップはうまくいったか。三つ目は綺麗に決まったか。さあここからフリーだ。あーっとこれはブレイクダンスの技ナインティーだ。10入りましたね。早めに切り上げて、早めに10。おっとこれは綺麗なバランス。おっとこれまたブレイクダンスのトーマスだ。あ、いいか、まだ違う、まだあるよ。まだ違う、絡まってない。絡まってしまったか。クライマックスだ。どうする。速中を決めてフィニッシュ。独創性はかなりのものだが得点はどうなるのか。決めたよ。おさあ4人目元木の挑戦。入ってる、足が入ってる。つま先立ちをし意識高めの入場。つかみはバッチリだ。それではお願いします。お前何やってる。おっとこれはセットもバッチリだ。入ってたな。さあ演技はどうだ。おお、まずは一つ目のバランス。これは綺麗なバランス。笑顔も素敵だがキャッチはちょっともたついたがなんとか持ち返してた。そして転がしは綺麗に決まった。綺麗だな。さあここからはフリー演技。お、一回転キャッチ成功。キャッチ。お、あ、いいね、なんかフリーが可愛いよ。回転しながらの首回し、そしてクライマックス。最後はちょっとずれたが笑顔が素敵ないい演技だった。さあ最後の演技者となりましたンダホ。こちらも入りから気合十分です。相当練習したってことね。それでは、おっと、精神統一でしょうか。少し時間を要求。お、あ、入ってる入ってる。どうやら準備が整ったようです。それではお願いします。さあまずは綺麗な螺旋。一つ目の技は成功か。やべ、待って忘れた。なんとンダホ演技を忘れたと叫んでいる。喋らないよ。とりあえずできる技をやっておこう。蛇みたいな。思い出せ、思い出すんだ。やばい、待って忘れた。これはダメだ、思い出せない。喋んないで。さ
さあフリーで巻き返せるか。おっと投げた。これもダメだ。もう一回行こう。この技だけはすごく綺麗だ。めちゃくちゃ音楽に待っている。お気に入りやめろ。そうだ、これがウナホの演技だ。そしてクライマックス。最後は見事キャッチ成功。というわけでですね、全員の演技が終了しました。お疲れ様でした。ありがとうございます。先生どうでした？いやいや素晴らしかったです。感動しました。本当ですか？はい、心が動きました。ちょっと笑ってるじゃないですか。もう動いたのか気になるね。というわけでね、もう点数出てますか？それではそろそろ順位の発表と参ります。先生、はい、よろしいでしょうか？はい。果たして結果は？点数は、うん、なんとまさかの全員0点。始める前に危惧していたことが現実となってしまった。このままだと全員ビリでクイズにならないので、マイナスが少なかったところから言ってみましょうか。おお、そういうのか。ということで点数の高さではなくマイナスの少なさで順位をつけることに。まず第4位はんだほさん。やった。おお、嘘だ。え、これピリじゃないよ。ピリじゃない。何ですか？あれよりピリがある。まずね、減点要素、はい、声出しすぎ。それとその白いテーピング。あ、やっぱね、あのね、肌色じゃないとダメっていうルール、僕オープニングから減点だ。始まりから減点。その白いテーピングが。でもビリじゃないから。でもビリじゃない。このテーピングより低いやつがいいんだよ。そうだね。下がってテーピングなのにね。そうだよ。続いて第3位は3位ははじめさんです。おっしゃー。俺ビリかと思ったよ。絡まりとかが惜しいなっていうの、ただあのパッセという形で回転する 0.1 は取れました。取れました。それは良かった。ただ減点がいっぱいあったので、はい、でも0点は0点なんですけれども、そのチャレンジとあとあの大きさはすごい良かったと思います。 ありがとうございます、はい、さあいよいよ第2位の発表。残っているのはこの3人。果たしていいですか？はい、元木さん。おお、ありがとうございます。元木さん良かったです。ビベも綺麗だったし、うん、バランスあれもすごく高い綺麗な位置で、あとね美しさがありましたね。あ、一番美しい演技ができていた、はい、そのセンスが良かったですね。嬉しい、はい、さあそれではいよいよフリースタイル新体操バトル第1位の発表。着実に演技をしたマサイか、得意のブレイクダンスを取り入れダイナミックな演技を披露したザカオか、果たして秋山先生が選んだ栄えある第1位は。マサイさん。ありがとうございます。やった。本当に良かったですね。バランスも取れたし、あとはステップが取れたんですね、はい、あのリズミカルに動いていた。それからあの見えないところで手以外で取るっていう 0.2 も取れたんですよ。ではあのすごく良かったです。ありがとうございます。ただあの曲とちょっと最後がずれてしまった。 そこがね減点されるんですよ。で、はい、プラマイゼロの0点なんです。やばマジか。それでもなんかいやでもプラスがあったってすごいよ。プラスなくない？だから0点で喜んでる。争い的には高くないですよ。結局レベル低い。ありがとうございます。うわ、すげえ。ありがとうございます。そんな中、んだほの横でドヨーンとしてる方が、はい、ザカオさん、はい、ビリでしたか？ビリですか？いや、でも自由演技が
別競技やっちゃってる時間かかるんだね。時間かかるね。いや、バランスは素晴らしかったんですけども、うん、はい、やってはいけない要素がたくさん。体が空中にあるとか、片手で支えてこう逆さまになるって、あのような行為は新体操の中では危険行為とみなされて、大変大きな減点になってしまった。ただ独創性は素晴らしかったです。ありがとうございます。体操とダンスは違うことが、ね、全然違う、ね。はい、というわけで本当にね、短い時間ではあったんですけど、うん、皆さん新体操初めてやってみてどうでしたか？はい、いやもう何より1日通してすごい楽しかったというか、うんうん、やっぱ初めてやる競技、しっかりこうルールを教わったりとか技を教わったりとかして、これからまたその新体操オリンピックを見るのがすごい今日楽しみになりました、うんうん、僕もねちょっと今日本当できなかったんですけど、次回マジでやれる機会があったら本当にリボンやりたいなと思います。いや優勝してると思うよ。いやマジで何でそういうこと言うんですか多分 0.2 点ぐらいいってるよ。いや取りたかった。タイガチュアのシルク僕見てたんですけどめっちゃ目キラキラしてずっと練習してるもんこれって。いやでもより興味が湧いたんで、うん、ちょっとアスリートの方々をねちょっと応援したいなと本当に思いました、うんうんうん。ということで改めて1位はマサイでした。やった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 ということでフリースタイル新体操バトルのコーナーでした。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんもありがとうございました。すごいな。そうだったんですね、うん、一人勝ち。一人勝ちですね。嬉しいね、一人勝ち。嬉しいね。笑顔戻ったシルクさん。持つべきものは仲間だ。でも元木さんもね、競技としては頑張ったんですけども、うん、めちゃくちゃ滑ってる感が強いっすね、うん、ちょっとみんなの期待に応えられなかったで す, ね。すいませんでした。ドキドキしたでしょ、いやもう4枚めくれた時点でヤバかった帰りたかったですねちょっといやでもお見事でしたね、本当に。でもミスも少なくて。いやでも難しいですよ、うん、そのフープって児童館でしか遊んだことがないじゃないですか。その遊びを競技にして真剣に見てもらう機会って絶対ないじゃないですか。確かにそれ もうやるのすごい怖かったですね。そうね、うん、けどなんかこうやって点数いただけたら嬉しかったですね。まあ0点ですけどまあその中でもね、経験してみたらもう本当に競技者の方々すごいことやってるんだなっていうのがよりね実感できました。分かったと思いますけども、はじめ社長はスタイルを生かしきれてないですね。そうですね、僕ちょっと猫背なんでちょっとなんか良くも悪くもみたいな。個人的にははじめ社長行くかなと思ってたんですよ。あ、本当ですか。はい、僕実は運動音痴なんですよ。あ、そうです。愛せる。そんな子もちゃんと弱点もある、ね、そうですね。はい、というわけでフリースタイル新体操バトルでした。さあ続いて行うのは最強のパット王は誰だ、プレッシャーパターバトル。各チームの代表者1人ずつによるパターゴルフ対決になります。別スタジオにパターゴルフのコースを用意しております。最初は100センチからスタートして150センチ、200センチ、250センチ、300センチ、50センチずつ距離が伸びていきます。1つのコースについてミスできるのは1人1打となっています。2打失敗した時点で脱落となって、より距離を伸ばすほど得点が高くなっていきます。1位のチームには100ポイント、2位のチームには50ポイント、3位のチームには25ポイント、4位のチームには10ポイントが与えられ、ビリのチームはポイントはございません。やばいね、結構ハート大事ですからね、やっぱパター、ね、緊張感あるし、真剣になるのか。真剣になりますね、うん、はい、では各チーム代表を選出してください。はい、誰行くか、やったことある、やったことあります。パターやったことない。全然ないですね。コントかもしれない。パター学校でなかったの。やってない。やめろ、やめろ。一番勝ったことに見られる。一番私が本当のところなんでやるぐらい。でもやってたのやったことない。そんな信じなくて。メンタルフリップをちょっと皆さん下ろしてください。フリップを下ろしてください。メンタル余裕だ。行ってみ、全然行ってみる。リコチームの方、フリップをちょっと片付けてください。ありがとうございます。変わってから、あの時みんなだんだん相談が進んでる。相談のトーンがだいぶ。いや、でも、微調整。
そう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 。さあ、そろそろ大丈夫ですかね、いけますかね。さあ、それで発表の方をお願いしたいと思います。まずはヒカキンチーム、どなたでしょうか。ズバリザカオで、はい、おー、なぜでしょうか。まあ、僕が一応今回フィッシャーズのチャンネルなんで、うん、ちょっと僕が点数を稼ぎに行こうと思います。なるほど、うん。さあ、続きましてはじめ社長チーム、どなたでしょうか。はじめ社長チームは私、はじめ社長が行きます。出た、社長自ら。はい、ゴルフ経験はありますか。一時期ちょっとだけ通ったことがあって、あ、じゃあ、じゃあ、やっぱり社長といえばゴルフということで。なるほど、なるほど、いいですね。続きまして、カンタチーム。はい、じゃあ私、ナホが行かせていただきます。強いね。これも ゴルフがお得意ということですかね。いや、そんなに経験はないんですけど、野球とかやってたんで、球技は得意なんで、まあ、ちょっと説得力ないけど、うん、勝負には自信があります。なるほど。確かに説得力はそれほどありませんがどうなんでしょうか。さあ、続きまして、シルクロードチーム、どなたでしょう。シルクロードチーム、私、シルクです。おこのままじゃ終われんと、うん、ここで一発勝負強さ見せて帰ります、うん、なるほど。しかし、シルクさん、ガラスの腰をお持ちですか。どうでしょうか。今ちょっと治ってきたんでいけます。はあ。ただパターゴルフはおじいちゃんの家でずっとやってたの。うわ、うわ、距離は結構得意です。なるほど。いい、ね、やったことありますって言ってました。そう、やったことある。大丈夫ですか。ゲームしてくれてました。いや、マジでやったことある。マジである。マジである。絶対嘘ですよ。マジである。マジである。マジである。言ってたゲームと。いや、マジである。マジである。絶対やってるんだ。絶対やってる。じゃあ、そして最後、陸王チームはどなたでしょう。はい、はい、ヨヘイ君で。私、ヨヘイ先生が言います。ヨヘイ先生。ヨヘイ先生。僕、ゲートボールやったことあるんですよ。なんで。なんで、僕の家の前に公園があって、はい、そこにおじいちゃんとかおばあちゃんがやってるじゃないですか、ゲートボールって。あれ、すごい参加してたんですよ。あら、やったことあるんですよ。感覚は似てますもんね。そうなんです。多分これだって思いましたね。これだと。なるほど。これはちょっと本当にやったことある人が、さあ、そしてこちらの競技も別スタジオで用意されています、うん、ここから私たち MC3 人と挑戦者の方のみサブスタジオに移動となります。はい、さあ、移動しましょう。はい、はい、お願いします。任せてください。どうなゲームじゃない。なんかこの調子の感じ怖くない。なんかこの調子の感じ怖くない。なんかこの調子の感じ怖くない。これは大丈夫です。いいかもしれない。ここいけるここいける。はい、さあ、ということでこちら会場の準備整いました。ちょっと一人ずつ意気込み聞いていきたいと思います。坂尾さん、いかがでしょう。結構チームの点数もいい感じなんで、うん、ここでしっかり点数取っていきたいと思います。なるほど。さあ、続いてはじめ社長、いかがでしょうか。はい、先ほどダーマーが2回1になってくれたんで、うん、ちょっとここで僕が足を引っ張るわけにはいきません。頑張ります。なるほど。じゃあ続いてダホさん。いや、ちょっとフィッシャーズのチャンネルなんで僕活躍しちゃいます。おお。シグリさん、いかがでしょう。フィッシャーズのチャンネルなんでしっかりと1位取ってみせます。この顔はどっかで見たことがある。良くない顔ですね。さあ、先生いかがですか。フィッシャーズさんのチャンネルなので、うん、しっかりフラベジ2人が頑張っていきたいと思います。これはガチでやったことのある人。さあ、どうなるでしょうか。さあ、それではまずはザカオさんから参りましょう。お願いします。まずは100センチから、はい、この距離緊張するんだよな、これ。これでも真ん中がね、上り坂になってるんで、そこもちょっとポイントになりそうですよね。強さ大事。これ一番低いだな。さあ、準備よろしいですか。はい、大丈夫です。さあ、坂尾さん、100センチの挑戦です。お願いします。はい、ダボどうだ。いきます。ダメ失敗ということで、2打目に参りました。ここで失敗すると終了です。今のね、でも強弱がちょっと上がったですね。さあ、2打目参りましょう。そうっすよ、嫌な予感してきたな。いきます。
ました。クリアするよ、クリアするよ。後ろに当たったら素晴らしいピンコでございます。さあ続いてはじめ社長の挑戦でございます。ゴルフ経験者社長といえばゴルフ、そのようにゴーゴーしていました。ただパターゴルフはやったことないんですね。あら、なるほど。さあそれでははじめ社長100センチの挑戦お願いします。いきます。入れそうだな。これはパターでダメなんだよ社長。何それ。はい、2打目いきましょう。いや、難しいな。大丈夫です、大丈夫。変な緊張感あるぞ。上をこすったすごいですね、ダフりました、うん、強いもんな、どう考えたって。いや、チームが高すぎます、うん、さあ、それで2回目の挑戦お願いします。いきます。むずいかもしれないですね。このプレッシャーの中でっていうのあります。はじめ社長どうでした？どうしました？なんでもないです。残念、はい、いや弱すぎるか強すぎるか、その真ん中はつかめなかった。いや、わからないですね、これね。さあ、ザホさん行きましょうか。いや、このままやだな。ちょっとむずいよな。意外といるからな、こういう人。どんな振り方しようとしてるの？怖いな、あれもやったことある人だ。いや、それでは、ダホさん100センチの挑戦です。お願いします。打ってくれよ。難しいな。あ、うまい。うわさん、2度目の挑戦です。お願いします。いきます。いやー残念、失敗。うちの残念。大きく外すわけでもなく、ただの失敗です。行きましょう。さすが、その後に行きましょう。洋平先生、ゲートボール経験者でございます。100戦お願いします。はい、あ、良さそう。ぽいな。あ、うまい、うまい。惜しい。ちょっと短いぐらい。まあでも、次でいけるね。もうちょっと強めでもいける。さあ、2度目の挑戦です。お願いします。あ、同じ失敗するにしてもこれですよ。そうですよ。シルクさん、はい、ということで成功したのがザカオさんとナホさん。そっか、はい、失敗した。は
はい、スパイスはじめ社長シルクさん洋平先生は脱落と、はい、ということになりました。ございます、うん、続いて150センチ、うん、なるとまたねちょっと違う、逆にでもこれぐらいの方がやりやすいという人もいますけどもね。さあ、じゃあまずさっきからいきますか、うん、強いのしか打てないから、どういう方がいいのかもしれない、うん、強いのしか打てない、不器用な男。お前は自分死んじゃうのか。ザカオさんの150センチの挑戦お願いします。はい、でももう一回外しちゃってるから、あ、決めそう。いい、あー、ちょっと強い、ちょっと強い、ちょっと強いけども、でも終わってる。1打目失敗。2打目いきましょう。やらかくね。お前のアドバイス嫌なんだよな。いきましょう。はい、お願い、いきます。頑張れ。うまい。おー、めちゃめちゃいい。さんでございます。これ対ザカオに対して僕結構強いんで、あら、おー、さっきはすんなり決めましたね。こういう人ゴルフ場いるもんな。やってるもん、よく見ますね。だいたい中日の人だったりするんで、ね、150センチの挑戦です。お願いします。うまい。うわー、に嫌われた。うまい、でもうまい。これでも逆にプレッシャーかかるな。強いね。気に入りかかったね。さあ、2打目の挑戦。外してもいいんだよ。お願いします。から次が200センチに行きます。2メートル、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 いい勝負、いい勝負です。坂尾さん、力を抜くことができない。つまりは遠ければ遠いほど進化を発揮する可能性もあります。ちょうどいい距離かもしれません。200センチの距離、はい、さあ、右足の靴ひもがややほどけている。まあ、これ走るわけないんですよ。まあ、大丈夫です。さあ、それではお願いします。いきます。難しいだろうな、これ。うまい。ナイスタッチ。もうちょっと、もうちょっと、もうちょっと優しくな。もうちょっと強くなってくださいね。さあ、2打目の挑戦、信じよう。行きましょう。いきます。ちょっと弱く。うまい。修正能力がすごい。そうでしょ。綺麗にね。やりました、ザカオさん、すごい。さあ、アンダホさん。ダホさんはプレッシャーだな。いや、つけなすな、これ。200センチ。絶妙な距離の挑戦。いきましょう。うまい。うわです。一歩も引かない。マジかよ、マジで。さあ、150。はい、続いて250センチいきましょう。こうなるともうまぐれはない。これ距離感じません。250ぐらいになると。250の距離すごいですね。さあ、ザカオさん、250センチいきましょう。参りましょう。いきます。はい。リカバリー能力を持っている。さあ、2打目の挑戦。強すぎた1打目、2打目は柔らかく、そこは恋愛と同じ。坂尾さん、集中して。はい、集中します。はい、いきます。いや、いい、いい。
穂さんが。ここで続いての宇田穂さんが。ここで入れれば文句なし。そうですね、まだわかんない。まだわかんない。引き分けはあり得る、うん。ウィーニングパットとなるのかっていうですね。宇田穂さん。沈めます。さあ250の挑戦です。おちゃらけ中日の OB、 これ見事入れることができるか。小田みたいなタイプになっちゃうんじゃん。トゲがついているセカンドバックを持つタイプ。昔持ってたな。集中してください。ダホさん行きましょう。行きます。うわとか、そうですね、ザカオさん、うん、ガキチームも50ポイントということになります、うん、それ以外の方々は0ポイントとなりました。ヤンダホさん、勝因はどの辺でしょうか。いやでも前に企画でホールインワンを狙う企画をずっとやった機会があって、その日に1000球ぐらい打ったのが今日行きました。なるほど、でもその時僕もやってたんですよ。やってないでしょ。いいよ、やったんですよ、さんやったことあるおじさん。さあそれでは皆さんメインスタジオの方に戻りましょう、はい、一旦スタジオにお返しいたします。おー、ナイス、ありがとう、ナイス、いやすげえ、こんな白熱すると思わなかったな。いやーマジか、あんだけ長期戦になると思ってなかった。3人落ちた時点であれ次で終わるのかって思った。確かに、ナホさんすごい上手。すげえすげえ、最高です、最高です、強くて、いやー皆さんお疲れ様でした。カンタチームのお二方はいかがでしたか。いや、やってくれると思ってたんですよ。さすが、すごかったですね、すごかったね。えなかなかの戦い。そしてザカオさん惜しくも、うん、はい、ガキさんどう見られてましたか。いやあの強くいけってだけ伝えてたんですけど、はい、めっちゃ強くいってんだでも2打目はね、すごいから2打目で必ず掴んで、うん、リカバリーしてくるところ、うん、なるほど、素晴らしい、素晴らしい戦いでございました、うん、はい、ということで今回のフィッシャーズでの配信企画は以上になります、うん、はい、これまでの総合ポイントを見てみましょう、はい、うで総合ポイントが出ますか。はい、うわ、まずい、どうなんだ、どうなんだ、じゃん、はい、1位が255ポイント、そして2位がはじめ社長チーム250ポイント、3位がリコーチーム180ポイント、4位がカンタチーム150ポイント、5位がシルクチームで70ポイントとなっております。僅差ですね、1位と2位は5ポイント差となっています。ねえ、フィッシャーズのチャンネルだよね。あ、一応そうですね。寒いっすよ、シルクさん。ねえ、はい、シルクチームもちょっと…もうちょい入ってません、はい、いや、入ってないよ。入るわけないでしょ。いや、俺はマジだった。ずっと。マジで。そんなことあるよね。なんかやっちゃったんだよな。その中で、シルクさんはどのように責任を感じられてるんですか。一回リーダーを降りたいなと。問題ですよ。いや、こっからまだまだ巻き返しありますから、うん、大逆転狙ってください。頑張ります。はい、というわけでこちらのチャンネルでの配信以上になります、はい、第2部の感想もぜひハッシュタグプラスワンフェスでツイートを寄せください。第3部ははじめ社長のチャンネルで16時からプレミア公開です。ぜひ第3部以降もご覧ください。はい、というわけで皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。